G.G. アリン、G.G. アリン、G.G. アラン、1956年8月29日から1993年6月28日は、アメリカ合衆国のパンクロック歌手、音楽情報サイトの権威である、オールミュージックは、彼をして、ロック史上最も見事な変出者と評している。ステージ上での排泄、ガラスやビール瓶で自分を切り刻む自傷行為、 観客に向かって、罵りと奮便と暴力を撒き散らすという過激なパフォーマンスが有名で、ヘイテッド・インザネーション、国中の嫌われ者という逆手に取ったアルバム名が示す通り、現在でも下劣なミュージシャンの代表格として語られる。その一方で、彼の作り出したパンクロックは非常に攻撃的で、ソリッドであるとして、音楽性でも高く評価されており、アリンこそが、 真のパンクロッカーとするファンも多い。また口実するように、多数の才能あるミュージシャンが彼のサポートをしていたのも大きな特色である。音楽性は幅広く、ニューヨークドールズを敬愛し、残された大量のレコーディングマテリアルの中には、パンクロックにとどまらず、カントリーミュージックやローリングストーンズ影響か、ニューヨークドールズもストーンズの影響を受けているの、ロックも含まれている。 ニューハンプシャー州ランカスターのウィークスメモリアルホスピタルで出生名ジーザスクライストアリンとして誕生した。彼がこのような名前を与えられた理由は当時32歳だった彼の父親マール・アラン・ SR 宗教的で反社会的な人物だったの下に天使が訪れて新しく生まれた彼の息子が将来救世主のような偉大人物になることを告げたからだという。 ジージーというニックネームは、彼が、子供の頃、彼の兄であるマール・アラン、ジュニア、が、ヤソという単語を正確に発音できなくて、いつもヘイヘイと呼んでいたことから来ている。一家は、水も電気もないログキャビンで暮らしていた。アリンの父親は暗くなってからの会話を、一切禁じていたが、情緒不安定で、肉体的虐待が行われることもあったという。ただし、 ジージー自身はこのことを自分の気候の理由だと考えていなかったらしい。アリンが学校に通い始めてからすぐ彼の母親は彼の正式な名前をケビン・マイケル・アリンに変更した1962年3月2日彼の首相証明書によるアーレッタは彼の意気なをこの時点まで受け入れていた。しかし夫の精神状態が悪化したことにより彼女はアリンが普通の あざけりの対象にならない少年時代を過ごせるようにするため彼の名前を変えた。GG は中学生の時に環境を不適応とみなされたため特別教育のクラスに置かれ1年後に戻された。彼は反抗のためドラァグクイーンの格好をして学校にやってきたことで知られていた。子供時代を振り返り GG はドラッグの販売や盗み。 不法侵入などやりたいことは何でもやったこと、もちろんバンド活動も含めて当時は誰もが自分たちのことを嫌っていたと語っている。レコーディングを始めたばかりの頃は彼がドラムを演奏することもあった。高校の頃から彼は過激な演出を好んでいた。初期のギグのうちあるギグ、高校のダンスパーティーでは室内のデコレーションをめちゃめちゃにして喝采を受けた。また、 あるギグでは暴動さえ起こった。1977年には、マルプラクテスというバンドで、彼は二つの曲を作った。また、1981年には、ストリップサーチというバンドのシングル、ガリレオ、ヤソーバーニューヨークでドラムをプレイしている。彼が初めて、フロントマンを務めたのは、ザ・ジャバースだった。ザ・ジャバースはアリンが、ドラム、ボーカルをやっている曲をいくつも録音している。 この頃、アリンはデビューアルバム Always Was, is, and always shall be, 1980年を発表する。この頃のアリンはニューヨークドールスの影響を感じることもできるスタンダードなパンクロックフロントマンだった。黒いマニキュアを施し、長髪にバンダナを巻くなど、後のいでたちとは大きく異なっている。サウンドも非常にポップな要素が多く含まれており、 再評価の対象ともなっている。だが、歌詞は、後のものと対して変わらない世界であり、またのた打ち回るように歌っており、後の展開を伺わせる要素もある。一時期は、業界のベテランのプロデューサーがマネージメントを務めたこともあったが、徐々にアリンは、手がつけられなく、癖が悪く、また妥協をしないようになっていき、ザ・ジャバース内での緊張が高まりだした。ザ・ジャバースは、 活動を停止し、メンバーはバラバラになった。アリンの薬物乱用もこの頃に始まった。1980年代の初めから終わりまで、アリンは様々なバンドでフロントマンを務めた。この時期の作品としては、1982年のや1985年のの初期のアルバムがある。しかし、アリンはアンダーグラウンドのパンクシーンに止まり、 アメリカ東海岸のパンクシーンでも名の知れた存在とはなっていなかった。1986年3月13日には、アリンとトラシー・ディノの間に娘が生まれる。その子供ニコン・ディノについての情報はほとんどない。しかし、葬儀の時、GG の左手に収められた小さな写真はおそらくニコンのものだろう。彼女が生まれた後すぐに、アリンとディノは離婚した。 アリンはニューハンプシャーのキャビンに入り、彼の最初のマスターピースだと考えられている、悪名高いアルバムイートマイフックに着手する。当初、このアルバムは、彼の他のアルバムのように広くから賞賛されたわけでは、なかった。アリンの最初のヒットは、のヘイテッド・イン・ザ・ネーションのリリースによってもたらされた。当時はカセットのみのリリースで、ザ・ジャバース、ザ・スコーン・フックス、 セダーストリートスラッツの当時廃盤だった過去、音源からいくつかの曲を収録したものだった。そのテープには新規のレコーディング、スタジオとライブの両方も収録されていて、のコラムニストで、アリンの初期のパトロンだったによるオールスターバンドがバックについていた。バンドには、ダイナソー・ジュニアのがリードギターのメンバーで、プロデューサーでもあったがベースとして参加していた。 1980年代の半ばから後期の頃は、アリンはヘロインとアルコールの中毒で手に入る薬物は大抵何でも使っていた。格好はミスボらしく、体を洗うことも稀だった。また、この頃には、アリンはライブの前に歓迎剤を飲み、排泄をするのがステージパフォーマンスの一つになっていた。アリンは自分のことを最後の 本物のロックンローラーと表現していた。この言葉はすなわち、ロックンロールは、初めの頃、脅威、反転威、反逆の体現だったのが、企業とビジネスの関心事にすっかり成り変わってしまったを、言っている。アリンの音楽とパフォーマンスは、従って、ロックンロールのルーツへの回帰を意味している。アリンはそのライフスタイルの類似性より、自分のことを有名なカントリー歌手。 ハンク・ウィリアムズに近い存在だと考えていた。二人は共に、一匹狼のアウトサイダーで、ドラッグの常習者で、持つものがほとんどなく、もしあるとしてもわずかで、また二人とも国中を休むことなく旅していた。EP ザ・トラブルドトとルーベデアに一部、収録されている、GG ・アリンのアコースティックナンバーはウィリアムズに強く影響を受けている。 彼はアメリカにおける代表的なカントリーシンガーである、ハンク・ウィリアムズ・ジュニアとデビッド・アラン・コーの、ファミリー・トラディションと、ロング・ヘアード・レッドネックを、それぞれスコーン・フック・トラディション、アウトロー・スコーン・フックというタイトルでカバーしている。この間、アリンは、バルジ、ボストンのサンピース・ハード・コア・バンドで、アルバム・フリークス、ファガッツ、ドランクス・ジャンクスでは、最古の名前でクレジットされている、ザズ・ブリゲイド、 7インチ EP エクスポーズ、You are Cell o o Kids で有名ザ・ホーリーマンとのコラボレートをしている。また、アリンはスポークンワードを始める。この様子を記録したビデオも入手困難なものの存在する。この時期にアリンはニューローズレコーズよりリリースされたアルバムマーダージャンクスをアンチセインと共にレコーディングする。 このアルバムには10曲の暴力的なパンクナンバーと10個の凶暴なスポークンワードのトラックが収録されている。フリークス、ファガッツ、ドランクスジャンクスを除いて、アリンはこのアルバムが自分のペルソナと人生哲学を表しながら最もきちんとレコーディングされたアルバムだと考えていた。アウェアネスレコーズよりリリースされたアルバム Wo In My Head。 I am your enemy がシュリンクラッペよりリリースされたのもこの時期である。このアルバムは独特でスポークンワードのコラージュにシュリンクラッペが演奏を乗せた45分に及ぶワントラックのみで構成されている。80年代後半の一時期、ダイナソー Jr. のジェーマスシスがリードギタリストとしてバックバンドに参加していた時期もあった。 J はこのことについて触れられるのが嫌なようで、後年、アリンとの活動について、インタビューを受けると、不快な経験だった。あいつが、クラブからつまみ出されて、僕たちは家に帰っていたと、言葉づくなに証言している。定職に就くことを考えていなかったアリンは、レコードを売ることで生計を立てていた。また、不法侵入や、強盗のような犯罪行為も行っていたと話している。 アリンはまたシリアルキラーに浸水してもいた。彼はジョンウェイン・ゲイシーについてのことを書き、極中のゲイシーを何度も訪ねていた。ゲイシーはアリンの肖像を描いている。この時期のアリンのパフォーマンスはライブ会場と音響を聞きにしばしば結果として深刻な被害を与えるようなものになっており、ショーは警察やライブハウスのオーラにより、 数曲しかやらずに中断されるようになっていた。アリンは何度も暴行や公然歪説罪によって告訴された。彼の絶え間ないツアーは逮捕や骨折、敗血症やその他の外傷による長期入院により必ず中止された。アリンのパフォーマンスにおけるもう一つの特徴はたびたびあった自殺予告だった。1988年にアリンは 1989年のハロウィンにステージ上で自殺するつもりでだという声明をマキシマムロックンロール氏に寄稿している。彼はしかしその時は刑務所の中にいた。彼はその後も毎年自殺予告を続けたがハロウィンの日には彼は必ず獄中にいた。アリンはまた自殺はその人が絶頂にある時にだけやるべきだ。なぜならそうすれば 最も弱い時でなく最も力のある時にあの世に行くことができるからだというような発言もしている。1980年代の後期から1990年代初め頃にはアリンの服役は長期に及ぶようになっていた。特に長かったのは1989年12月22日から1991年3月26日までのものだった。獄中で彼は 自分自身と彼の言うところの使命への力を取り戻し、GG、アランマニフェストに取りかかる。その間に、アリンの悪名は、ますます広まっていき、ヘロールド、ザ・ジェリー・スプリンガー賞、ザ・ジャーヌ・ホイットニー賞への出演を果たす。この時期の終わりには、アリンの容姿が、お馴染みのものになる。彼は髪を剃り、ジンギスカンのように真ん中の口ひげを除き、髭を赤く染め、 体中の毛を剃った。さらに彼は体のあちらこちらに下手くそで安物の自家製タトゥーを加えて行き、暴力的なステージパフォーマンスによって体中が傷だらけになっていた。1991年から彼が死ぬ1993年にはアリンはアンダーグラウンドのスターダムを勝ち得ていた。ほとんどが半時間のセットだったにもかかわらず、 一回のギグで1000ドルが支払われるようになった。この時期は、アリンのキャリアの中でも、最も暴力に満ち溢れていた。また、この頃に、元ラモーンズのソングライターでベーシストだった、D.D. ラモーンが、t マーダージャンクスに一週間、リズムギターとして参加していた。この時のリハーサルの様子も映像に収められている。テキサス州で、パフォーマンス後に、アリンが逮捕されたことにより、 1992年のツアーは延期になる。アリンはニューヨークへ行き、ドキュメンタリー映画ヘイテッド、GG アラニアンソマーダージャンクスを撮影し、コンサートに戻る1年前に執行猶予から逃げていたため、ケーキの残りを過ごすべく、ミシガン州に送還される。ケーキを終えた後、彼はインタビューでもうステージ上で自殺をするつもりがないことを話している。その理由として、 彼は刑務所の中にいる間に自分が生きていることがロックンロールにとってよことであり、また彼の敵や批評家にとって脅威であり続けられることに気づいたからだという。そういった批判者たちはどのみち彼に死んでもらいたがっていた。この時期のアリンの音楽性は最も激しいものだと考えられている。最も有名なバックグループザ・マーダー・ジャンクスと共に、 彼はキャリアの中で最も野心的でプロフェッショナルな作品をリリースしている。1991年から1993年まで多くのツアーの様子が録音され購入できるようになっている。この時期にはアリンはまたハンク・ウィリアムズ・ジュニアに捧げられた唯一のカントリーアルバムをリリースしている。1993年6月28日。 ケビン・ジージー・アリンはヘロインのオーバードースによって不慮の死を遂げた。場所はマンハッタ29番街 B にあるニューヨークの友人の家だった。当時彼は36歳だった。彼の最後のライブは死の直前に行われた。ニューヨークにあるザガスステーションと呼ばれる小さなライブハウスでヘイテッドの DVD 版にその様子が収録されている。そのショーではアリンは 数曲をやった後、ライブハウスをめちゃくちゃにして、死と糞尿をかぶり、囲んでくるファンを抱きかかえながら、ニューヨークのストリートを丸裸で歩いていた。あるケーブルテレビ局が企画した、フリーキスとコンサートモーメンツ、最も奇怪なコンサートランキングで、アリンの最後のライブが4位にランクインしたこともある。アリンが、地獄絵図と化した、ライブハウスを抜け出して、友人のアパートに到着した後、 ヘロインを撃ち、パーティーが終わってもヘロインを撃っていた。次の日の朝になって、アリンが昨日いたのと同じところで、動かないまま横になっているのを、周りの者が見、何かがおかしいことに気づき始めた。彼らは救急車を呼び、そこで彼はすでに死んでいることが分かった。くしくも、アリンの敬愛の対象であった、ニューヨークドールズのジョニー・サンダースと同じ死に様となった。葬式では、 彼のむくんで色のうせた死体には黒のレザージャケットとトレードマークだったジョックストラップが着せられた。棺の中には自作のアコースティックカントリーバラードエン、アイダインの中で歌っていた通りジムビームのボトルが彼の隣に入れられた。彼の兄は葬儀屋が強烈な糞尿の匂いがする死体を洗ったり化粧をしたりしないように要求した。葬式は大騒ぎになった。友人たちは 死体と一緒にポーズをとり、ドラッグやウィスキーを口の中に入れ、ペニスの写真を撮るために、ジョックストラップを引きずり下ろしたりもした。葬式が終わる時、彼の兄はヘッドホンをアリンの耳につけた。ヘッドホンは、ザスーサイドセションスが入った、ポータブルカセットプレイヤーにつなげられた。葬式のビデオは広く流通していて、ヘイテッドの DVD と、ブートレグ VHS のいくつかに収録されている。 アリンは死ぬ前に、スポークンワードのアルバムと、はっきりしないが、ヨーロッパツアーも予定していた。追悼ライブでは、アリンの死体から取り出されたのが、ステージに飾られた。GG アリンは1993年7月3日に、ニューハンプシャー州リトルトンのセインツローズセメタリーに埋葬された。親木会が毎年開催され、ファンが訪れている。 ドキュメンタリー映画ヘイテッド、GG アラドザマーダージャンクスは2008年1月12日より放題全身ハードコア GG アリンとしてシアター N 渋谷にてザクランプス精神病院ナイト2本立てで上映されることが決まった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。